戸部タレントの新たな一歩、三宅健北山博光の、船川兄貴、路線に潜む真実と戸部の未来。戸部に新たな風が吹いている。かつてのジャニーズ事務所のスターたちが対処し、滝沢秀明率いる戸部に合流したことで、ファンたちは新たな展開に期待していた。その中でも、三宅健44、と北山博光、38、のコンビネーションが注目されている。 しかし、バラエティ番組、おどかけるハラハラでの共演からは、船川兄貴、路線の影が垣間見えた。MC の原一沢部優、37、からの質問により、二人の関係性が複雑であることが浮き彫りになった。北山が、緊張というか、あんまりお話ししたこともない状態でと語る中、三宅は、正直、北山とは、ハマってないですねとドライに切り出した。このぎこじない雰囲気が、視聴者の好奇心をかきたて、 今後の二人のコンビネーションに期待を寄せる声が広がった。さらに注目すべきは、三宅が飛べの若手グループ、ナンバー、愛のメンバーに触れ、彼らとの連絡先を知っていることを明かしたことだ。これに対して北山は驚きの表情を見せ、視聴者たちも興奮の声を上げた。飛べファンは、三宅と北山が飛べないで、どんな役割を果たしていくのかに、大いなる期待を寄せているようだ。しかし、興味深いのは、ナンバー、 現在でもトベタレントが持つ圧倒的な人気だ。ナンバー、愛のメンバーが出演していなくても、トベタレントは彼らの話題を提起する必要があるほどの影響力を持っている。トベが新しいアイデアを追求し、自由な発想を大切にしているという滝沢秀明氏のもとで、三宅と北山がどのような役割を果たしていくかは未知数だ。トベのファンからは、三宅と北山の未来への期待が高まっている。特に、滝沢社長とも長い付き合いや、 飛べの配信番組での回し役を担当していた経営から、二人がタレントたちとの結びつきを強化し、飛べ内での重要なポジションを担っていく可能性があると考えられる。ゴートの MV 再生数が3000万回を突破したことで、飛べタレントたちの人気がさらに高まっている。神宮寺雄太のインスタグラム更新からも、その歓喜が伝わってきた。 飛べの未来が明るい兆しを見せている一方で、三宅と北山の船川2キロ線が続くのか、それとも新たな展開が待っているのか、ファンたちは今後の二人の動向に熱い視線を注いでいる。飛べの未来への期待と、二人の新たな一歩に対する好奇心が交錯する中、飛べファンたちはますます興奮を隠せないだろう。新しい飛べの物語が展開される中、視聴者にとっては飛べの新たな一面を見る好機となりそうだ。 飛べの未来に対する興奮と、船川に来路線の真相、そして飛べタレントたちの新たな一歩。ますます、注目が集まる飛べの舞台裏で繰り広げられる物語に期待が高まるばかりだ。どのような展開が待っているのか、飛べの扉を開けて、未知の世界に一緒に飛び込んでみませんか飛べの未来に対するあなたの期待は何ですかまた、三宅健と北山博光の未来について、どんな展開を予想しますか飛べタレントたちとナンバー。 愛の交流が飛べの舞台をどのように彩っていくか、あなたの予想を教えてください。